メリッサ・ブリーンは、オーストラリア首都特別地域、キャンベラ出身の陸上競技選手。専門は短距離走。100メートルの自己ベストは11秒11のオセアニア、記録保持者。2012年ロンドンオリンピックと2016年リオデジャネイロオリンピックのオーストラリア代表。兄の後を追い、5歳の時にタガーナンリトルアスレチックス、クラブに入り陸上競技を始めた。 10歳の時の2000年にはシドニーオリンピックが開催され女子200メートルでメリンダ・ゲーンズ・フォード・テイラーとキャシー・フリーマンの二人のオーストラリア人が決勝を走る姿を見て自分も将来オリンピックに出場したいと思った11月8日に地元キャンベラで開催された競技大会の女子100メートルにおいて18歳の若さで オーストラリア歴代10位の記録となる11秒33をマーク。同じくキャンベラで開催された11から12月の太平洋学校競技大会にはオーストラリア首都特別地域代表として出場し20歳未満の部でスプリント3観を達成した。4月29日の小田記念国際女子100メートルにおいてロンドンオリンピック参加標準記録 A に肉薄する11秒30の 自己ベストをマーク。ロンドンオリンピックのオーストラリア代表が発表される6月までに参加標準記録 A は突破できなかったものの、選考の結果初のオリンピック代表に選出された。ロンドンオリンピック女子100メートルを約2週間後に控えた7月17日のスピツェン、ライトアスリート区、ルゼルン女子100メートルでは、参加標準記録 A を突破する11秒27の 自己ベストをマークした。勢いそのままに臨んだ8月3日のロンドンオリンピック女子100メートル予選では、約2週間前にマークした自己ベストに迫る11秒34をマークするも、予選敗退に終わった。2月9日に地元キャンベラで開催されたアクト選手権女子100メートルにおいて、 それまでの自己ベストを0秒14更新する11秒11のオーセアニアオーストラリア新記録を樹立。1994年にメリンダ・ゲーンズ・フォード・テイラーが樹立した従来の記録を20年ぶりに0秒01更新した。8月のリオデジャネイロオリンピックで2大会連続のオリンピック出場を果たしたが、12日の女子100メートル予選は、 自己ベストにほど遠い11秒74で敗退し、またしてもシニア世界大会の予選ラウンドを突破できなかった。記録欄のうちの数字は風速で、プラスは追い風を意味する。微考欄の記録は当時のもの。ありがとうございます。